玉ねぎは粗くみじん切りにしやす。こうやって切り落とし肉を半分は粗く、残り半分を細かく刻んでおくと食感に変化が生まれやす。種の段階でもパン粉をまぶしておくと、そいつが肉汁を吸って外に逃がさねえって寸法でさ。ひき肉は温度が上がると旨味が半減しやす。低温で混ぜるのが肝要。最適な温度は見た目じゃなく音で判断しやす。はい、お待ちどうさまでした。